い、でこれがドラマ최고의여인。최고って何ですか？최고。教えてないか分かんないですよね、多分。최고とは最高ってね。これ、リーが入ってるから、최고의여인。あ、これ間違えた、これだった。これ、最高の4人というのは、これですよ。で前に言ったと思うんですけども、じゃあ普通に向こうは恋人という時はこの日本では恋人って言うんですけども、韓国ではこれですよ。普通に日本で言う恋人っていうのはこれ愛人なんですよ。日本と日本語と使い方は違います。いわゆる日本語では恋人が韓国では愛人って言い方をするんです。エイン。まあ、これドラマの題名なんですけども、最高の恋人という言い方のドラマです。はい、まあ、これもまたドロドとした復讐劇の話なんですけど、もう結構ハマって見てます。こういうそういうのがね、あの韓国の女性好きなんですよ。日本の女性も好きなのかな？好きだとしたらドロドとした世界。ね、日本、私としてちょっともういい加減してっていうことなんですけど、いや、最後の最後で復讐して、だから復讐するじゃないですか。自分の親殺されたとか言って。ただ向こうも、負けてないんですね。で、なんとか苦しめ、苦しめて苦しめて、でも負けずにですね、そのやり取りがあるわけです。まあ、それいいとして、おっちゃんに無の字だ。おっちゃんってここ意味なんですよ、おっちゃん。おっちゃんに無の字だ。これがどういう意味かって。でこの竹、竹って日本の、日本語でもこの単位になってましたっけ？長さの単位。丈。うん。でないか。一丈二丈って。うん。何？あ、ないか。まあとにかくこのまあ一つのことで竹が一応ここあるってこと。でこういうね、奥ちゃん子孫。これどういう意味かっていうと、そういうこの一つの単位がね、こう長さの単位ですから、が奥ある城ってことは、それだけその高くて大きい城って意味ですよね。でこういう言葉なんですよ。でそれが無の字だったら崩れるって言い方なんですよ。だから高い建物が崩れるっていう言い方かな。いろいろとほらこの築き上げたものが崩れると。でこれもドラマによくできます。